1、2、3、4、5。はい、サニオタ、サニオタのマスに止まりました。じゃあ、お願いします。サニオタネーム、ハグー油揚げさんです。はい。マサさん、新垣さん、緑川さん、こんにちは。こんにちは。アナマル通信第2回のゲストが緑川さんだと知り、メールをさせていただきました。ありがとうございます。ジズモラさんはゲーム版でも思ったのですが、見た目が細すぎる。うん。ね、さっき、この話してたよ。ほっきり折れそう。はい。という印象だったので、2話で山伏さんと修行するということで、ものすごくハラハラしましたが、ノリノリで修行し、しかも丸太をかわすなどの凄技をやっての、ジズマルさんを見て安心したと同時に大笑いしました。そこで3人に質問です。ジズマルさんみたいな何か凄技があれば教えてください。まあ、第2話は本当に逆センス高すぎますよ。いやいやいや、めちゃめちゃ面白かったよね。初登場で、何やらせてんだ現場の空気なじませてあげてよいきなりね、もう超越した、周りを超越した存在になっちゃいましたけどね。 でもまあ、さすが天下五軒っていう感じはしましたけどね。そうですね、華奢な感じですけども、ね、情けない姿一切見せなかった。いや、完璧でした、ね、うん、ありますか。どんな凄技なんだろう。なんかあります。いや、本当にね、本当に一般人なんですよ、私ね。一般人何にもない。今はできないですけど、昔体験したことがちょっとすごいかもしれないですね。なんすか。昔一時期オーラが見えましたね。ほー、